皆さんこんにちは。国際結婚アメリカ在住の着物が好きなアラフォー主婦いちこです。今回は半幅帯がメインの着物コーデです。動画の後半では息子の学校のランチの様子を少しと、学校30周年記念の様子を少しお送りします。よかったらぜひ最後までご覧ください。はい、今日のコーディネートはこちらのプルメ織りの木綿の着物でしていこうと思います。こちらは新しく仲間入りした着物ではないんですけど、新しく仲間入りした帯を合わせようと思います。それがこちら、じゃじゃーん。着物系 YouTuber の琥珀さんの半幅帯でーす。このツバメさんがめっちゃ可愛くないですか？こっちにもついてるんです。このね、帯はこの着物に合わせたくて買いました。そして、帯締めはこちらの、この、博多織の帯締めにしようと思います。ね、合うと思いませんか？結構。赤と赤で可愛いですよね。今回はこの木綿の一重の着物を浴衣風に着ていきます。じゃじゃーん、琥珀さんの帯を締めてみました。どうですか？可愛い、すごく可愛い。そしてね、後ろを見てください。帯結びはトントンさんのワイワイ結びをしました。見てください。タタタタン、ちゃんとこことここに、ほら、ツバメさんの刺繍がちゃんと出ましたよ。めっちゃ可愛くないですか？ちょっとね、帯をね、帯だけ、よいしょ、見えるかな、見えるかな、こうか、こっちか、ほら、かわいい、かわいいです。いいな、いいな。琥珀さんのメルカリのサイトには、こちらは青梅やぐじで作りました。三河芯、あ、帯芯には三河芯を使っていますと書いてありました。でね、あの、締めた感じなんですけど、すごい締めやすかったです。で、薄いんですよね、ほら、薄いのでね、軽いんですよ。軽くて締めやすくてね、私とっても好きです、これ。なんかトントンさん、よく手ぬぐい帯を使ってるじゃないですか。もしかしたら手ぬぐい帯ってこんな感じなのかなって思ったりもして、このね、好きです。はい、私これ好きです。琥珀さん、ありがとうございます。すごい可愛い、ほんと締めやすくておすすめです。もしね、琥珀さん、多分皆さん琥珀さん知ってる方いっぱいいらっしゃると思いますが、もし万が一知らない方がいらっしゃった時のために、概要欄に琥珀さんの YouTube のリンクと、あとショップ、このいっぱい可愛い帯を作って売ってらっしゃるので、そちらのショップのリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。私は好きです。可愛い、そうね、ツバメさんがまた可愛いですよね。うん、私この琥珀さんの YouTube で青梅やぐじっていう言葉を初めて知ったんですね。で、もう一度ちゃんと調べてみました。青梅やぐじの青梅っていうのは、東京都にある、地名、場所の名前らしくて、青梅市っていう場所があるみたいです。で、青梅やぐじのやぐじは布団地のことだそうです。で、ここに書いてあるのは、青梅のやぐじ生産は昭和20年代の最盛期には
全国シェアの60%から80%を占める一大産業でしたと書いてあります。またですね、違うサイトには青梅矢口とは大正末期から東京都青梅市で織られていた木綿織物、現在は生産されていない幻の織物であるとも書いてあります。なんかね、もうそんな今は生産されていないってなるとすごく貴重ですよね、本当に。そんなね、古布でね、帯を作ってくれた琥珀さん、ありがとうございます。たくさん使わせてもらいたいと思います。かわいい。だしがら昆布がたまったので、だしがら昆布の佃煮をまたお外で作ろうと思います。それね、私だしを取ってるわけじゃないんですよ、昆布で。だしはだしパック使ってるので、この昆布何に使ってるかというと、お米をね、炊く時に使ってるんですよ。こっちのね、お米、まあ、日本米使ってるんですけど、普通に炊くとね、なんかパッサパサして美味しくないんですよね。で、私土鍋で炊いてるんですけど、土鍋で炊く時は、ね、お水に浸しとく時間が必要じゃないですか。その間にだし昆布も一緒に入れて、で、炊く前にだし昆布取り出してからご飯炊くんですね。感がやっぱりちょっと違う感じがするんですよね。だし昆布入れて炊いたお水の方がね、やっぱり美味しい気がして。これとね、一緒に食べるご飯がこれまた美味しいんですよね。じゃこがあればね、もっと美味しいんですけどね。腹が減ったので、姉ちゃんに買ってもらった芋のお菓子を食べよっかな。賞味期限がね、一番近いのから食べます。お、これや、これや、これや、ドドン、5月10日。イエーイ、黒かりんとう食べよう。妊娠してる時はそれは妊娠してるんだから体大きくなるよねって言うんでいいんだけど、問題はその後の人生で 今まで持ってた折り目がなんか使えなくなってきてたけど、最近なんで妊娠してないけどみたいな、この味そういうや。時にまあいずれ人生になっていくんだろうなと思うんですけど、そうなってきたらちょっと悲しいなっていう気がしうますまっ。ね。でもそう、この着物はもともと街襟じゃなくて広襟だったんですよ。で、割とサイズ感いい感じのリサイクルで紬っぽく見えるウールっていうので、しかも結構ツルツルしてるんでね、雨の日とかもう使いやすくていいなと思って買ったのに、ずっとね、待ち襟直してなかったら使わないままでいたのをやっと待ち襟にするとめっちゃ使えるようになったっていう、そういう そういう感じですね。で、雪はここからなんで、数字上に水色のみ。Eric, what's that? Wish for Hot half wings. French. No, hot wings. only did you mustard. Just give me half of this one, okay? Then this is a cheesy pull apart. Cheesy pull apart. Yay. Oh, okay. Do you like it? Yeah. And chocolate milk and juice Apple. too. Seth, that was my next question.
Dope. Thank you. できたてご飯でいただきます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。励みになります。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。